芸術の美しさや人の美しさを結び、栃木にゆかりあるアーティストたちに焦点を当て、アーティスト同士を結んでいく、さまざまな人々と美を結ぶ、結びの心を送るひととき、結びのひととき。この番組はご覧の提供でお送りします。結びのひととき。この番組は栃木にゆかりのある芸術家アーティストの方々をご紹介する番組です。横先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ちょっと今回ね、雰囲気が少し違うなというのは視聴者の方もお気づきかと思いますが、はい、私がこういう今回格好させていただいているのも、はい、もうとても素敵ですよ。ありがとうございます。先生の作品をね、はい、今回もご紹介しようと思っていたんですが、はい、前回の放送でも言った通り、いろいろな国内外に作品が出展しておりまして、はい、熊本ですとか、はい、あとは中国、中国の北京ですね、はい、今旅をしておりまして、はい、ちょっと手元には今作品がないので、はい、まあ、その作品の元にもなっているお着物、はい、こちらの方をちょっと先生にご用意いただいて、はい、このお話をね、今日伺っていきたいなと、はい、いうことで、僕も今日は着物を着させていただいているわけなんですけれども、はい、まあ、着物の専門家の方をお呼びしてね、はいはい、先生と一緒にお話をしていきたいなと思っております。それでは早速ご紹介させていただきましょう。着物のですね、制作プロデュースをしております鈴木寛司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして着物のコーディネートをしております中島徹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日はね、着物の専門家という方で ね、お二方、はい、来ていただきました。はい、はい、なんかこう4人で着物で揃うと、うん、お正月特番みたいな、うん、そうですね、雰囲気もありますけども、はい、まあ、後ろにもたくさん今日はね、お着物、こちら先生 の、はい、お持ちのお着物ということでよろしいんですよね。はい、私が持ってるお着物です。はい、はい、いや、いろいろなちょっとね、柄もそうですけれども、はい、ちょっと僕は素人なのでわからないんですけれども、はい、まあ、年代ですとか、はい、やっぱ作った場所によってやっぱり柄とかも変わるわけですよね。そうですね、まあ、今日ご用意したものは、はい、まあ、古い着物の中で、うん、打ち掛け、それから、はい、はい、振り袖、それからあとは刺繍のね、うん、まあ、100年前の着物ですからもっと前かもしれないんですけども、はい、刺繍の多い着物を、はい、ね、用意させていただきました。柄のとても綺麗なものが多いなというふうに感じたんです、はい、これでもまだ一部ですよね先生ね。そう、はい、ね、はい、お着物は先生も普段この番組出ていただくときお着物ね、はい、お召しになっていらっしゃいますけれども、やっぱお好きですか。大好きですね、はい、いつぐらいからお着物って結構着られるんですか。そうですね、まあ、話すると長くなりますけども、はい、私のね、もう生まれた1、2年の頃から綺麗な着物を着せてもらってたんですね。これはね、戦争の後に、はい、お城の、まあ、お偉い方の奥様をかくまって、うん、まずいたんですね、実家が。それで戦争が落ち着いて、はい、帰られた後、はい、ちょうど私は21年の1月に生まれましてね、はい、でいつも正月の前には私の着物を用意してきて、綺麗な着物、それから私は着物が好きで、はあ、はい、そういうもう本当に幼少の頃からの出会いがあって、はい、お着物をやっぱりこう綺麗なものを見ると、はい、っていうのもあるわけですね、はいはいはい、そこで、うん、鈴木さんと中島さんとの出会いっていうのはいつぐらいになるんですかね。そうですね、着物言葉で袖すり合うも多少の縁というのはございますが、あれそうですね、お着物の言葉です、縁をいただきましてですね、もう何年になりますかね、中島さんね、8年はい、なりますかね。へえ、はい、まあ、そこからじゃあこうお着物のことでいろいろとお話もする機会もあってと、そうなんですね、ということで、はい、そうですね、プロデュースっていうのは、はい、じゃあ実際お着物をこう作られたりすることを、はい、まあ、横先生のコレクションものではないですが、まあ、今現代に残っております職人さんたちに、はい、色や柄を、こういうものを作ろうということで、まあ、まあ、
プロデュースというんですかね、そういうことです。総合的に指揮を取っている、はい、そうですね、まあ、いうことですね。指揮者みたいなことの仕事を、ね、デザインをね、はい、デザイン、はい、鈴木様が作られるんですね、はい、この打ち掛け の、はい、刺繍の技術はね、はい、もう今はいらっしゃらないと思います。はい、じゃあ ここにあるお着物なんかで、はい、もう今は作られない、作れない、作れない、作る方がもういないのよね、はいはい、これはもうだから日本の凄さっていうのはいつもすごいすごいっていうのはそれなんですよ。このデザイン、これはもう本当にね、芸術ですよね。本当ですね。一つのもの、打ち掛け刺繍の着物にはなってますけれども、うん、やっぱりこれもう芸術ですよ。作れませんよこれは。本当に着物でもあり、はい、こう本当に絵画のようなね、そうですね、見てめでるというところもありますもんね、はい、横先生、この中で例えば先生のお気に入りの、うん、まあ、どれもねお気に入りのお着物だと思うんですけども、うん、特にこれっていうのはどれですか、はい、例えば好きなのは、はい、まあ、刺繍も美しいですし綺麗ですから、うん、まあ、お色も紫だとかね、うん、緑だとかいろんなお色のグレーがありますでしょう、はい、でこれも好きなんですけど、まあ、一番って言われますと、今所間にある飾った手書きの鶴の山の、これが今のところ、はい、まあ、南文化のうちの今日飾った中の、はいはい、一つになりますから、所間に飾らせていただき、はい、いただきましたけれども、ではこの後ろの着物がどういうものかっていうのをちょっとお二人に伺いたいんですけれども、この手書きのこの着物っていつぐらいの、手書きこれはですね、大正、昭和か大正ぐらいのものだと思います。で、波に松がありましてね、はい、まあ、おめでたいです。波もこう正解が、うん、それから蓬莱山がありまして、で上に鶴が優雅に舞ってるね、こう描くようにそうですね、うん、本当にね、これを作りになった方の祈りというかね、そういう、あれが込められている着物だと思いますけど ね、いい赤ですよね、赤も、いい赤ですね、大さん、鶴の羽だって、はい、糊の線でも近くまで行って見ていただくと、はい、繊細に綺麗に糊が引けてますから、はい、あれがねすっごいんですよね、鶴のね、羽一つずつが白を残すというか、はい、防染の糊で縁を取ってるんですよね、それがちゃんと羽のこの優雅さをそれで表現する、うん、はい、そうですね、うん、この当時は日本画家を目指していた人たちですとかね、うん、からそういう人たちがもう下絵とか描いてますんで、うん、やっぱり絵がものすごくしっかりしてる、うん、はい、僕ちょっといいです、僕が気になったやつでもいいですか、うん、こちらの、うん、ちょっとこの 青っぽい色というか、はいはい、これもう結構古いものなんですかね、はい、これは大佐もんですね、はい、はあ、はい、これはもう近くの美術館にはない、え、先生のところに、はい、美術館レベルのものですか、そうですね、もうこれは糊で伏せて藍の中に浸して染めてるんだと思うんですね、いや、すごく色が綺麗 で、ね、で糊伏せして、あ、糊で手書きで糊で書いて、それを藍が目につけて、その上から今度刺繍をしている着物なんですけど、ね、昔これを茶屋辻染めって言ってた、茶屋辻染めですよね、まあ、茶屋染めっていうのは藍で染める技法なんですけどね、しかもこの刺繍の色糸は全部草木染めで刺繍の色は出してる、はい、これももう今じゃあ作ろうと思っても多分できないと思う、作られる方がもういない、貴重なんですね、かなり見たいですね、もう先生はまあでもこう家にねおいでっていう時はそういう細かい専門的なことを聞いて言うわけじゃないんですよね、もう柄を見て、もう専門的じゃないですね、私はもう柄とか色とか、このものはきっとすごい人が作ったんだなと、その作った人を想像してまあ、尊敬してこれいいなと思いましてね、でもそこがすごいんでしょう、先生はね、うん、世界中の本物を見て待ってらっしゃるから、作家というよりも、あ、これはすごい、私のところに来るべきものねっていうお話をよくされる、あとで聞いたら、はい、中島さん、これはすごい、ここに行きましたかと、こんなの他では見られない、はあ、
これどういうところを例えば僕なんか見ればいいんですかね、うん、これはね着物の好きな方たちとお友達がね、はい、お友達になると一番いいわね。そうか、うん、今 何か聞いたからってすぐ分かるものもないですよね。お友達と着物好きな方、はい、あらあそこにあったわ あの人が持ってたわとかね、うん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 、そういう話からだん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 ああつってそのうちにご縁ができてくるという。これ古いものだと、うん、江戸時代の何年くらい前の後期江戸時代ぐらい時代、はいはい、江戸明治大正100年ぐらい前の、そうですね、もう100年以上前の、はあ、だって着物ってこう残しておくのも大変なんですよね。こうやっぱりその辺にポンとこうね、うん、どうしてもあの絹ですからお蚕からなんで、うん、あのだんだん50年100年150年、うん、やっぱり朽ちてくるんですね、うん、風化してくる、うん、それを先生は支えて、うん、愛を込めてもう一回復元というか蘇らせる、うん、それが先生の今のお作品に現れてるんです。まず着物の形で残ってることもすごいし、うん、そうですね、そう、それがまたその役目を終えてもね、うん、また作品として生き返って、うんうん、次のまた世代に残っていくっていうね、うん、そうですね、うん、やっぱり日本のね日本のもう凄さっていうのも本当に私はあの沖縄で育てますんでね、うん、もう日本に来た時にはあまりにも何もかもが凄くてですからもう退屈しないですね。もうそういう一つ一つに、はい、職人さんであったり、はい、いろんな人の技術が、はい、残ってるっていうのがやっぱりもう先生はもうこれがなくならないでほしいという思いなんですね。そうなんですね、うん、匠の技というかね、それがやっぱり凝縮しているものの一つがこの着物っていう、ね、これは世界にもね起これる本当にものですよね。そうだからいいわね、いい着物ねって眺めるだけじゃなくて、うん、それを着ていただいて、うん、着ていただくことによって技術が継承されるよね。そうです、中島さん頑張ってって横先生がいつもおっしゃってた、うん、もうでもね、使う着物を着るお勉強家でね、もうお着物のことで3人ね、うん、もう本当に、ね、お友達着物仲間という、はい、そうなんです。これからまたますねお勉強しましょうって言ってるんですよ、お互いにね。大さんもぜひ仲間にありがとうございます。ちょっとでも今日はねとても素敵なね、はい、着物と羽織でね、そうなんですね、やっぱり日本の、ねはい、文化をね、そうですね、知って自分のこう、うん、自分で着られるようになりたいですね、うん、はい、でもお似合いですよね、大さんね。今日はね、ものすごく久しぶりに正月特番以来に来たんですけど、何年か前に、お似合いです。次回もちょっとお着物についてまた違うジャンルでお話を伺っていきたいなと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで今回はですね、着物制作プロデューサーの鈴木さん、そして着物コーディネーターの中島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。結びのひととき、今回ご紹介したのは着物プロデューサーの鈴木寛治さんと着物コーディネーターの中島徹さんでした。さまざまな人々と美を結ぶ、結びの心を贈るひととき、また次回もお楽しみください。この番組はご覧の提供でお送りしました。